さて、まもなくフォーメーションラップに旅立つ22台であります。このハンガルリンクサーキット77ラップ、まさにマラソンレースになるわけでありますが、果たして今年はどんなドラマが、何台が生き残って最後のチェッカーを受けるんでありましょうか。さあ今22台がゆっくりとゆっくりとホームストレートを後にしていくわけであります。上空も快晴になりました。風がやや強くなってはおりますが、今のところは雨の心配はないようです。無事22台がホームストレートを後にいたしました。さあそれではここハンガルリンクサーキットコースをご紹介しておきましょう。ハンガリーの首都ブダペストの北およそ20キロの丘陵地にあるハンガルリンクサーキットは、全長が 3.968 キロメートル、これを77ラップ、 305.536キロによって争われます。高低差が35メートルと起伏に富み、路面は滑りやすく、大小合わせて17のコーナーを持つ、ドライバーにとってもマシンにとってもかなりハードなコースとなっています。さあそれではレース直前の情報をピット上から河合さんに伝えてもらいましょう。河合さん。はい、まずですね、今朝、ウォームアップのセッション中にですね、軽量化されたモノコックを持つバランスインシャーシのですね、それを壊してしまったシューマッハなんですけれど、はい、結局ですね、最初から T カーと、言われていた車、つまり今日作られた車ではなくてですね、最初から T カーと言われていたスペアカーをですね、このレース使うことになりました。はい、それからハッキネンの方がやはりスペアカーです。これはアルタネーターのトラブルが午前中から起きてて、結局それが続いているんでですね、そのままスペアカーに乗り換えています。タイヤの方なんですが、まずグッドイヤー勢でハードタイヤ固めを選んでいるのがフレンツェンとジョーダンの2台、その他のドライバーはソフトのタイヤです。はい、ブリヂストン勢はハードタイヤを選んだのはマグヌッセンのみということになっています。はい、まあ、気温が高くなりですね、気になる、タイヤのタレなんですけれども、まあ、両陣営ともそれほど心配はしてないようです。ただですね、やはりバランス悪い車は、スケジュールもし2回でも3回っていうふうなことはあり得るということです。そのピットストップの回数ですけれども、まあ、昨年は3回ストップのウィリアムズ2台がワンツーフィニッシュをしていることからも分かるようにですね、バックマーカーやペースの遅い車に引っかからなければ3回ストップの方がですね、計算上コンピューター上ではですね、12秒ほど速く走り切れると計算されています。まあ、その時のピットのロスタイムですけれど、2回の場合は25秒から27秒、3回の場合はですね、23秒から25秒です。ちなみにですね、昼の3番でスタート、昼のですね、はい、予定はですね、2回ストップです。わかりました。さあそのミハイル・シューマッハ、そしてジャック・ビルヌーブのすぐ後ろにデーモン・ヒルがおります。さあこの3台が一体どんなスタートを見せるのか、11本目の勝利への架け橋は一体どのドライバーに、どのチームにかけられていくんでありましょうか。さあ間もなく注目のスタート、その後方には数多くのフェラーリファンも見つめている。シグナルが点灯した。さあ間もなくスタートだ。シグナルオンレッド、今消えてスタート。さあシューマッカー、そしてビルヌーブ、あっとデーモンヒルがいいスタート。デーモンヒル、いやシューマッカー遅れましたね。さあアーバンで3番手に行った。アーバンで3番、そしてシューマッカートップ、そしてデーモンヒル2番手、クルサードとミカハッピレンと、それからアーバンが3番手争いか。1コーナー、そして2コーナーに決まっていく。デーモンヒルが2番手だ。3番手にアーバン、やっぱり来たぞ。シューマッカートップ、あー1台が落ちている。マグヌッセンですね。マグヌッセンがちょっと行き場を失うように見えましたから、もうすでにザーバーも今、ね、はい、コース戻りました。さあロケットスタート、シューマッハご覧の差、そして2番手にデーモンキル、3番手アーバイン、好ポジションのキープ、そしてこれはハッキネンでしょうか。その後に、まだ確認はできませんが、クルサードあたりが来ているんではないでしょうか。5番手にビルヌーブ、6番手にそれ来てフレンツェンです。5番手6番手がウィリアムズ落ちました。今皆さん、はい、やはりシューマッカーは絶妙なスタート、そしてアーバインがね、やはりジャンプアップしてきましたよね。そうです。それをデーモンが、まあ、封じたというね、あそこは封じないといけないところでしたけれども、デーモンがこういう形で2番手取りましたよね。はい、ただあのデーモンヒルが、まあ、2ストップという解散情報もありましたけれども、2ストップですとどうしてもその分ガソリンの重量重いんで、はい、ちょっとシューマッハが2ストップかなというね、可能性強いんで先行してますよね。はい、そして、まあ、ヒルの後ろにこのように、まあ、今つながってますけれどもね。さあオープニングラックでありますが、先頭はミハイル・シューマッカー、2番手デーモン・キル、3番手アーバイン、4番手ハッキネン、5番手にビルヌーブ、6番手フレンツェン、なんとウィリアムズ勢5番手6番手、このスタートが鍵だっただけに、ウィリアムズ勢5番手6番手、果たしてその前にいるアーバイン、さらにはこのハッキネンあたりがどうブロックして、ウィリアムズが動きを見せるのでありましょうか。
さあそして日本の中野慎二が15番手、1つ順位を上げました。そして片山右京も20番手から3つ順位を上げて17番手に上がっております。ちょうどザーバースチュワートちょっと高速してる場面ありましたからね、はい、間にこ うまくポジション上げたと思いますね。そうですね、マグヌッセンピットインですね、先ほどのコースアウトでした。そうですか、いやこのマグヌッセンもこの午前中のウォームアップあたりでもフロントウィングを壊したり、はい、まあ、昨日あたりから散々ですね。そうですね、スチュアーティング今捉えましたけれども、はい、はい、タイヤも変えちゃいますね。そうですね、まあとりあえずこのオープニングラップで、まあ、何台が戻ってくるかと思ったんですが、まずは先ほどのシーンでしょうか、1コーナーから2コーナーに下っていくあたり、あーっとミナルティのリスト、はい、はい、マリテスですね、ミナルティ、はい、接触をしております。やはり1、2コーナーあたりはちょっとごったごったつらいですね、集団のまま。ここはスターティングリードから1コーナー2コーナーが距離間隔短いですからね、はい、集団のまま1コーナー2コーナーに入るんで、どうしても小競り合いといいますか接触が多いんですよね。ヒルが早いですね、ファーストスラップですね。ああそうですね、そうですね、1周目ちょっとねピンチありましたけれども、まあでもシューマッハも 1.5 秒ですか。そうですね、さあ2周目が終わりまして、ミハイル・シューマッハ、デーモン・ヒルの差は1秒4、そしてアーバインが続きハッキネン、ビルヌーブ・フレンツェンが5番手6番手、7番手にクルサード、8番手にハーバート、9番手アレジ、10番手ベルガー、そしてトゥルーリが11番手となっています。さあこうなりますとシューマッハとしては思い通りの展開と、ですから、まあ、気になるのはですね、やはりスペアカーに乗り換えていることですよね、はい、スペアカーでの走り込みというのはほとんど、まあ、実質的な意味での走り込みはできていませんのでね、まあ、それをどれだけそのドライバーが考えながらうまくこう走るか、またチーム側がどれだけ、レースカーを、ね、きちっとこのレースカーに近いようなセットアップができているかというのがね、まあ、今のところ大丈夫ですけどね。そうですね、まあ、今のところフェラーリとしては1番と3番手、2番手に去年のチャンピオンデーモンヒルという形勢で、3ラップ目に入っているんですが、スタートした瞬間から青木さんどんな風にご覧になってました？いやまあ、みんな、まあ、数台ちょっと高速オフしてしまいましたけど、まあ、そんなに、激しいクラッシュになって綺麗にスタートして、でしんちゃんも15番手ですか。そうですね、片山さんも17番手、このまま粘っていってほしいと思います。エールを送った中野慎二もその期待に応えまして、今のところ一つ順位を上げております。まあ、オープニング のいわゆるポジション争いの混乱が一段落ついたような状況ですよね。そうですね、はい、さあこれからがどういう流れになっていくのか、そのポイントになるのはやはりこのシューマッハが前にいまして、その後ろにヒルとアーバインというこの位置取り、そうなんですよね、まあ、ウィリアムズ勢がやはりビルヌーブ5番手出遅れちゃいましたよね、はい、まあ、フレンツェンはハードタイヤ、まあ、ちょっとグドゥイアランナーの中ではタイヤチョイスが違うんですけれども、まあ、いずれにせよウィリアムズ勢が5番手6番手のこの序盤展開ですからね、まあ、これは彼らがですねどのように、まあ、ピット作戦今後含めてですね、どういう風に動いてくるかなんですけれどもね、はい、まあ、いかんせんもうこういう風にですね、なかなかオーバーテイクができそうもない、ご覧になってて分かると思うんですけれどもね、このコースの特徴なんですよね、はい、ですからやはりポーポジションが有利だし、こうして先頭に出ちゃいますとね、自分の理想的なラインでトレースできますからね、先ほど今宮さんからの解説もありました通り、やはり、スターティンググリッドの1番3番5番がそのまま、前3つ、ハッキネン、ビルヌーブ、フレンゼント、やはりこの偶数グリッドがその後ろについたと、はい、このハンガリーグランプリの特性がもろ出てしまいましたね。去年もと言いますかね、はい、例年毎年そうなんですよね。もしもこのハンガードリンクのサーキットというのは普段ビッグレース、行われていませんので、使われていませんので、はい、まあ、そのライン上とラインでないところ そのコースの汚れ具合がすごく差があるんですよね、まあ、そしてこの上空のカメラからも時々ご覧になれば分かると思うんですが、まあ、平原の草原地帯にあるサーキットなんで、はい、非常にまあ風も強くて埃っぽくてというね、それも加わっての非常にラインのそのスタート時の差がですねはっきり出ちゃうサーキットなんですね、はい、さあすでに5ラップ目に入っている今おりますが、先頭は依然変わらずミハイル・シューマッハ、ヒルが頑張っています。ヒルが詰めてますね、逆に詰めてますよね、今1秒2差、ヒルが真っ赤なマシン、背後に見えますがほとんど赤い応援団、ドイツから大量にこのハンガリーにシューマッハを応援に来ている大ファンであります。やはりまあ2日本番に近いスペアカーに乗り込んでいますので、その辺がちょっとラップを重ねるごとにタイムが上がってきませんのでね、シューマッハね、はい、20秒台ですから、その辺のファインチューニングがうまくできてないというのはね、はい、
後6ラップ目に入りまして、気になりますね、ヒルとシューマッハの差が 5.9、 先ほどの河合さんの情報ではデーモンヒル2回のスピットストップということも考えられると、そうなりますとガソリン量を当然多く増えてあるにもかかわらずシューマッハとご覧の差、そして後方アーバインとの差は4秒近く空いています。綺麗な高ポジションからスタートを切るとシューマッハがですね、逃げなきゃいけないときに逃げられないわけですから、はい、今の現状がですね、マシンのその辺が何か問題が あるというね、ことになりますよね。ちょっと去年と明らかに違いますよね。宮さん、はい、これあのもし車のパフォーマンスが大体同じぐらいだったらシューマッハはひょっとしたら3回だとすると15キロぐらい燃料軽いわけですから、本当はコンマ5以上ラップ離さなきゃいけないんですよね。そうですよね、あのガソリン重量の差、違い、まあ、ピットの作戦の回数の、ね、絡みで言いますと、はい、マシンの重量差がありますんで、重量差によってのラップタイムの、ね、差が当然あるわけですよね、はい、ところがこのようにシューマッハが遅いわけですから、ヒルが2回というのが、ね、明らかに、まあ、なっている状況で比べますとね、はい、さあホームストレートに戻ってきてこの差、さあ今度はこの6ラップを追いまして やはりコンマ3、21秒台ですね、コンマ3秒差、ご覧2秒もラップが落ちましたよ、明らかにおかしいですねこれ。さあヒルがシューマッハを突っつく形、ご覧の通り2コーナー下っていきます、かつての去年の、おこれはジャック・ビルヌーブです、今のところジャック・ビルヌーブ、サイドバイサイド、さあビルヌーブがこれは前に出ましたか、はい、さあこれは前でありますが、やはりこの 2台とその後方でのやり合いがお互いにありますね。さあテールトゥーノーズになってきましたミハイル・シューマッハとデーモン・ヒルであります。まあ、去年あたり そのワールドチャンピオンになったデーモンヒルならば、はい、こういったスタイルは去年嫌というほど見たんですが、デーモンヒルというね、ただアローズヤマハに乗るデーモンヒルがこのように優勝争いですからね、はいはい、エンジンがヤマハです、そして履くタイヤがブリヂストン、そしてドライバーがデーモンヒル、追う相手がミハイル・シューマッハ、今シーズン見られなかったこのツーショット、やっぱり金曜日というのはシンとは今 のヘアピンでもこうキレが違いますよね。鈴木さん、いいんですね、はいはい、どうぞ。フェラーリ動きありますね。ありますか、さあやはりこのシューマッハに異常事態発生か、フェラーリの前目の前にあるんですけどスタッフ動いてますね、タイヤの準備をしております。さあシューマッハに何かが発生したか、アーバインですか、アーバインの方のリグですね、今アーバイン入りました。さあそのミハイル・シューマッハを助ける立場にいたアーバインが早くもピットに入りました、タイヤを交換して7秒3で出ていきましたが、援護射撃としてはこの速いストップちょっとシューマッハとしては厳しくなりましたか、アーバイン何かどこで何かっていうのは、ね、そうですね、ちょっと画面上ではうまく表現されていませんでしたけれども、はい、まあ、でもタイヤとそれでガソリンちょっと入れたようにも見えましたよね。さあそしてザンバーの方も1台今ピットに収まっておりますが何か起きたんでありましょうか。さあこちらです、モルビデリが早くもピットに収まりましてまだ出ません、かなり時間を要しておりますが、さあ先頭争いがこの8ラップを経過して依然としてヒルの勢いが衰えません、そしてその前にミハイル・シューマッハでありますが、あモルビデリが時間かかっています、ノーズの方を何かいじっている感がありましたが、青木さんこういった追うヒルの立場、追われるシューマッハの立場、心理状態どうでしょう。そうですね、シューマッハは今朝先ほど言った通りレース車をね、壊してしまったんで、はい、多分、まあ、昨日の走りからこう比べるとやはり乗りづらそうですね。あ、やっぱりそうですか、何か青木さんも昨日あたり他のドライバーと走りが全然違うって言ってましたもんね、まあ、そういった切れた走りが今のところちょっと厳しくなってきています。今宮さん、はい、どうぞ。アーバインなんですけれども、タイヤトラブルって言ってますね、チームの方は。タイヤのトラブルですか、ただまだグッドイヤーのエンジニアで話したのでどんなものかは分かりません。はい、分かりました。タイヤ交換に飛び込んだということですよね、メディアバイ。さあそしてまた 60R から、テールトゥーノーズになった。この辺りだいぶ詰まってきましたね、後ろの方も。後ろもつながっちゃいましたよね。あのコーナーでもう車が切れてませんから、姿勢がピッピッという動きが全くありませんからね。そうですね、鈴木さん、はい、ザンバー1台止まっている。
これはモルビデリ、先ほどピットに入ったモルビデリがコースアウト、マシンを止めています。はい、亀さん、ゆきさん、バランスが悪かったそうです。バランスですか。パンクはしてません。わかりました。さあ、アーバインの方はタイヤのバランスがおかしかったと。そしてシューマッハの方がご覧の通り、最終コーナーでインつけなくてパーッと膨らんじゃいますよね、マシンが加速もできないということで、まあ、オーバーテックポイントはこの先1コーナーなんですけどね。 700m しかストレートありません。インを狙いますが、ここはちょっとデーモン切り厳しいか。しかし明らかになっています。しかしながら 700m 短いホームストレート、なかなかうまくはこれオーバーテイクはできません。ハンガードリンクでこうなっちゃうと後ろの方の人は出れませんからね。イライラ状態が続きますね。もうラップがね2秒3 1分23秒台まで落ちてますから、トップからビルヌーブマリが1秒1差ですよ、はい。まあ、そしてあの序盤19秒台にポポンとヒルシュー入ったんですが、はい、ですから4秒ぐらい遅い、まあ、2秒3秒遅くても抜けないのがここだと言われてきてるんですけどね。さあ、シューマッハに何が起こったのか。去年おととしも、いいスタートを切って中盤まで、そして終盤まで良かったシューマッハ、いずれもリタイアになっている。3年目のこのハンガリーも厳しいシューマッハ状況になっています。さあ、10ラップ目に入りました。明らかにシューマッハのスピードが遅れている。その後方にデーモンヒル、そしてミカ・ハッキネン、そしてウィリアムズの2台、そしてデビッド・クルサード、この5台が数珠つなぎ状態になっています。ああ、上空からの映像、もうほとんど6台ですね。そう、6台目になりましたね。クルサードもこの尻尾に入っちゃいますよね。はい、さあ今度の 700m、 ここは鈴木さん、ここがそうですね。さあ 700m、 デーモンヒルいくか。さあ、後ろについたスリップストリームについているが、 700m だ、700m、 インに行くか。デーモンヒルがサイドバイサイド、インから入った、デーモンヒル、デーモンヒルトップだ。11ラップ目、デーモンヒルがトップに立ちました。アローズヤマハのデーモンヒルです。アローズヤマハがトップ。さあ、そして2番手にミハエル・シューマッハ落ちました。そしてミカ・ハッキネン、ウィリアムズの2台、そしてクルサード、状況が変わりました。鈴木さん、これ、はい、これシューマッハ入りますね。入りますか、確かにピットの方は作業の準備が進められています。ミハエル・シューマッハに異常発生。さあ、まずデーモン・ヒルがトップに立ちました。これでヒルはですね、今度後続がどうやって周囲を抜くかですから、この間にヒルが自分が先ほど19秒で出してますからね、これだけのリードタイムをここで、作っちゃうかですよね。みるみる差が広がってますもんね、はい。さあ、伸び伸びと伸び伸びとデーモン・ヒルがミハエル・シューマッハとの差を広げています。これある意味でウィリアムズにとっては願ったり叶ったりですね、こうして、シューマッハ射程に捉えましたから、はい。さあ、ご覧の通り今度はミハエル・シューマッハがくさびとなってしまいました。その後方にミカ・ハッキネン、ウィリアムズのビルヌーブ、フレンツェン、クルサードが手こずっている間に、さあ、デーモン・ヒルがホームストレートに戻って11ラップを消化しようとしています。もう少し最終コーナーで接近しないと、ちょっとハッキネンは、3番手ハッキネンはシューの前には出れませんよね。厳しいですね。先ほど、はい、デーモン・ヒルが見せたようにですね、はい、最終コーナーで、はい、どうぞ。シューマッハのウォーム発されてるんですけど、これ入りませんね。入りません、今通過、はい、ヒルは美味しいですよね。美味しいですね。さあ、状況が徐々にデーモンヒルの方に向いています。ご覧の差になってきました。今ヒルはですから全力疾走でシューマッハはこれでピットインに、おっと、ハッキネン気になりましたね。こうしてる間にヒルはどんどんリードタイム作りたいですよね、はい。今 2.6 秒、さあ今2秒6秒差、その後ろにミハイル・シューマッハがいますが、ヒットに収まるかと思いましたが、ここは通過しました。ヒル20秒台戻してますよね。さあ、どんどんと上がっております。さあ、ここは一気にイケイケムードのデーモンヒル、ご覧の通り苦しんでるのはハッキネン、その後ろ、ああもうほとんど見えなくなってきました。ご覧の、さあ、鈴木さん、はい、シューマッハのタイヤ引っ込められます。引っ込められますか、はい、このまま走らせるようですね。ああ、そうですか。となるとヒルとしてはますますイケイケどんどん。そうですね、まあ、シューマッハフェラーリの動きとすれば、まあ、ハッキネンに抜かれそうもない状況ですからね、なんとかね、はい、ちょっとこのポジションミスミス捨てたくないですよね。そうですね、1回目のピットストップまでなんとかタイヤをこう粘ってですね、あと数ラップ粘りたいですよね、はい。そうすれば予定通り、まあ、3ストップで、計算通り行けますからね、ここはまあそういう意味ではなんとかこのピンチをシューマッハがこの乗りにくい車で、なんとかしのぐかということなんでしょうね。抑えたいですよね、はい、22秒台ですからね、ちょっと苦しいですね。さあ、12ラップを消化してシューマッハとの差があっという間に5秒1。ああ、やっぱりハッキネンスローダウン。ああ、ハッキネンスローダウン。そこをすり抜けたウィリアムズの2台がミハイル・シューマッハの後方につけました。クルサードも行きましたね。ハーバート、ハーバート、ああ、スローダウンです。ミカ・ハッキネンスローダウン。90戦で苦
節目の90戦目、2コーナー越えたところでマシンをどうやら止めます。スペアカーに変えたという情報でしたけれども ね、まあ、ちょっと先ほど煙もちょっと見えましたよね、はい、ハキネマクラレンの後ろの方からね、一周してその地点で止まってしまいました、ミカ・ハッキネン。ですからハッキネンは来ないだろうという読み、シューマッハ、フェラーリの陣営の中に読みをあってですね、はい、でピットに入ろうかという動きをしましたけど、やめたわけですね。そのあたりがさらにさらにこのデーモンヒルの伸び伸びとした19秒台戻した、ドナウナを泳いでいくのように本当に気持ちよさそうに先頭を走っています。さあウィリアムズがついにミハイル・シューマッハの後ろに2台つきました、うん、ここですね。そうですね、ウィリアムズ勢がですから最終コーナーでピタッと適正な位置についてですね、はい、そして加速でストレートの加速でヒルがやったようにできるかですけれどもね。さあホームストレートに戻ってきた。さあすぐ後ろスリップストリームに入っている700m 下に、さあ来たインに行った、行った、ジャックビルヌーブインから行った、ミハイル・シューマッハをかぶしました。14ロップ目、2番手ビルヌーブ上がりました。さあ今度はその後方にハインツ・ハラルド・フレンツェン、内を狙いに行きましたがシューマッハ許しません。面白もないという感じありますけどね、シューマッハ以上はやはりやらないというのはさすがチャンピオン経験ドライバーだと思いますけれども、はい、あ、鈴木さんまたフェラーリのクルー出ますね。出ましたか、シューマッハの方ですね、やはりそうですか、さあ今度は14ラップ目に、シューマッハどうしてもということになっていくんでしょうか。ビルヌーブがこのシューマッハをかわしてデーモンヒル追撃態勢を取りました。ミハイル・シューマッハの後ろにフレンツェン、そしてクルサード、そしてハバート。フレンツェンもやっぱり時々ね、彼接近戦でこう思わぬ絡んじゃったりあるんですけれどもね、今日のこの場面はやはり最近そういうケースも多いフレンツェンですから、はい、やはり一つしかないオーバーテイクチャンスのこのサーキットなんですけれども、そこできっちりとというね、抜き方を見せないと、はい、チームの首脳陣またうーんってがっくりきますから。そうですね。さあその思いを断ち切ることができるのか、最終コーナーに入っていく、ね、さあピットに入ったミハイル・シューマッハ、その横をフレンツェンがすり抜けていく、14ラップを消化してミハイル・シューマッハが早い段階でピットに収まりました。さあどうしたんだシューマッハ。さあピットクルーが待っています。あ、もうタイヤがリアタイヤがですね、はい、ミスターが見えてましたよね、リア両方左右両方とも、はい、はい、さあタイヤオンリーですか。今皆さんこれ3ストップ作戦でいくと、今ガソリンいりませんでしたよね。そうですね、タイヤがやっぱりあれだけ、まあ、リアタイヤがあれだけこう帯状のですね、はい、気泡現象が起きてましたから、相当に乗りづらかったこのタイヤのセットですよね、はい、たったの14周で上がっちゃうってことはやはり車のバランスセッティングがですねスペアカーうまくできてなかったということじゃないでしょうかね、はい、さあ青木さん、この優勝候補のシューマッハが早々とピット、これからのレース展開青木さんはどういうすると見ましょう。そうですね、今のを見るとシューマッハは予定外のピットインですよね、だからこれで追い上げていくのは厳しいという感じですよね。その答えを青木さんに望もうとしても私たちも分かりませんもんね、だけど、まあ、ヒルはこれで巨大なアドバンテージを、はい、巨大な8秒弱ですか。そうですね、2番手のビルヌーブとは7秒9。さあこれでビルヌーブとフレンツェン、ウィリアムズ勢がどれだけヒルを追い込むか。ようやくいなくなったんでね、ビルヌーブフレンツェンファステスの出しっこで追っかけてますよね。そうですね、デーモンヒルがこの周回1分19秒763、そしてフレンツェンが1分19秒030、こんな7秒縮めています。さあ第2段階に入ってくるこのハンガリーグランプリ、トップはデーモンヒル、2番手ビルヌーブ、3番手フレンツェン、4番手クルサード、5番手にハーバート、6番手にアレジ、そして日本の中野慎二、ああ11番手まで上がってまいりました。そして片山右京も16番手と頑張っています。さあ状況が変わりました、早い段階でミハイル・シューマッハがまずピット、そしてその後ろからフレンツェンが行って、ビルヌーブ・フレンツェンのウィリアムズ勢同士がこのヒルを追うという形になりました。しかし今宮さん、このハンガリーグランプリのその周りを取り囲むファン、はい、まあ赤が主食と、赤が主食、はい、どういう気持ちでこれ見てるんでしょうね。ちょっとね、なんていうんですか、旗も揺れない、フェラーリのフラッグも揺れないというね、シューマッハ、そして、まあ、エリア前の方も大変なトラブルありましたからね、はい、
思わぬ展開になってしまいました。今回ドイツから退去して、まあ、5割から6割といってもいいでありましょう。赤のフェラーリ号がずらりと周りを囲んでおりますが、その中を青いマシーン、アローズヤマハのデーモンキルが17ラップ目堂々のトップではありますが、ビルヌーブとの差が徐々に近づいてきました。6秒に、はい。まあ、でもデーモンヒルはですね、2ストップ作戦という風な動きですよね、はい。そうしますとあと10周は走らないといけない、まあ、状況がありますんで、まあ、その辺でですね、このタイムペース、ビルヌーブそしてフェンツェ、ウィリアムズの方は3ストップ、はい、マシンがその分重量差が10キロ以上軽い状況がありますんで、ちょっとやはりヒルの方がこうなっちゃうと今度ペースがですね、ウィリアムズの方が早いですね。そうですね、どう粘っていくかですね、はい。デーモンキルが今のところ1分20秒台、そしてビルヌーブとフレンツェが1分19秒1台ということで、徐々にその差を狭めております。さあこちらはペドロ・ディニス、そしてティレル・フォードのフェルスタッペンがピットに収まりました。スイストップ作戦の1回目だと思いますね、はい。さあ問題はウィリアムズのもう18ラップ目に入りましたが、どのあたりで、まず1回目のピットを終えるかということになってきますかね、はい。さあビルヌーブとヒルトの差が5秒4、明らかに縮まってきております。この辺があのブリヂストンタイヤにはなんていうんですかね、求められるわけですよね、パフォーマンスがね。どれだけその2ストップ距離を長く走らなきゃいけないタイヤがどれだけのタイムで、確実にロングランできるかというね。今追っかけるグドゥイア・ウィリアムズの方がフレンツェ18秒台入りましたから、はいはい、タイムペースやっぱり上げてきてますよね。そうですね、ご覧の通りフレンツェがファステストラップ1分18秒台に入ってきました。さあ今のところミハエル・シューマッハは現在12番手を走行中と、中野の後ろになりますね。そうですね、中野の後ろです。まだペース上がりません、21秒台ですからね。そうですね、確かに上位チームとミハエル・シューマッハのタイム差が逆に広がっているという状況になっております。さあこうなりますとデーモンヒルを見つめる、まあ、木村プロジェクトリーダーあたり、まあ、後ろからスタートして心配するよりも前からスタートして心配した方がそれはいいもんでしょうって言ってましたけど、こんな前になっちゃいました。いやー、どういう気持ちでね、まあ、本当に木村プロジェクトリーダー、まあ、そしてトム・オーキンショーボスもですね、11戦目でね、この本当に暑いハンガリーでまだレース始まったばっかりですからね、はい、すごく長く感じるでしょうね。まあ、前々回のイギリスは素晴らしくて手を汗握ったと言っておりますが、ヤマハの木村プロジェクトリーダー、今日はあとまだ60周あります、はい、かなり長い長い1周が長く感じられるでありましょう。さあご覧の通り依然デーモンヒルがトップ、しかしビルヌーブとの差が4秒1になりました。フレンツェンとヒルトの差が7秒1、4番手にクルサード、ハーバート5番手、アレジ6番手、日本の中野は11番手、その後ろにシューマッカ、15番手に片山右京となっています。